洞窟ンノジョーごめん待っててあークソクロシがくそ奥の瞳取りに行こうと思ったのにあののやとか <laughs> 言うとそうなるよな,はないこいつらやばはっ 大犯罪者だぞ。お前らいいのか？そうですか？お<っ>ならば覚悟なさい。あやとお試しか。来るかやと。はい、来たー。武器は片手剣かはい。はいはい。スキルは？うわ、かっこよ。猛暑猛暑かっけー。銃撃はあああいつかわいそうなことになってた。うわ。滑稽ちょっと前に踏み込んで攻撃みたいな感じがスキルは？

ウルト行けウルト来い来たウルトだあっまだかもう一発はいモルトももういねえよお前がお前がいねえわ <laughs> よしはい来たウルト行くぞーあゾウも来たじゃんいいじゃんいいじゃんちょっとせっかくだから巻き込むかこれおお <laughs> <laughs> かっけえなるほどフィールド上に持続的に水元素を降らせるって感じか なるほどー強そうハははハはははは瞬ポ<法>す <laughs> げえなー抜刀スタイルなんだなあ綾瀬はかっけえなあ抜刀術使うやつって全員かっこいいっていう相場が決まってるからな抜刀術で戦う剣士はかっこいいってウルトがどれだけ火力上がるかによるよな,なあれがめちゃめちゃダメージ出るんだったらメインで使えるだろうし追わなくて結構ですか 魚を釣るには餌が必要です。おっておきましょう。はーいそれよりも彼らは先ほどの戦いで鍵を落としていました。<laughs> まずは新ンのを救出します。はい、ちょっと俺それより奥の瞳がめちゃめちゃ気になってるんですけど。ただ、激しい戦闘だったので鍵を見失ってしまったようです。<laughs> よく落としたって分かったな <laughs>。すごいな。<laughs> <お><は>あっ<あ>久しぶり む <laughs> ちゃくちゃ久しぶりに出てきたなこいつマジで久しぶりに会うな <laughs> よしどこにいるんだたぬきたぬきどこだくそ、見失っ見失っちまったかたぬきどこ行っちまったんだくそ一刻も早くしのじを助けないといけないっていうのに,どうにありがとうございます助かりました 早く溺れ死ぬところでした。彼らは、私をオリゴと海に放り込むつもりだったようです。<laughs> <laughs> スジモンがやるたやり方やろ、お前それ。あそうだ。お嬢様のコインですが、何者かがそれを利用して、よからぬことを企んでいるようなんですあいや気づいてます、気づいてます。ち東京湾や、やられてることが。うん。<え>はい。 その件でしたら、私たちも気づいていました。ここまでの流れも私が考えていたものとほぼ一致しています。かっこええな、やとこの計画の首謀者はそう簡単に諦めないでしょう。すぐに新たな策を講じてくるはずです。私たちも対抗手段を考えなければなりません。そうねシャブ様が 自ら手を貸してくれるんですかまあ、人々の悩みを聞くのも三ブ業の仕事らしいからこの件は三奉行にとどまらず稲妻全土に関わる一大事私の中立的な振る舞いもここまでです怖っ怖っ将軍様は昔からくだらない権力争いを嫌悪していました将軍様の真語るタルとして私はこの件を 解決に導く義務がありますぶっちゃけ稲妻の奉行ってさ実際どれだけの権力が持てるんだろうななんか業務が増えると開けないような気もするけどなトップのやつらばっかり見てるからなのかもしれんけどうん解決したら読んでやるよなりよオッケーなんか 海の中とかがいいんじゃないお<や>あらあらこれはこれはあらあ業様ではありまらあらあらやつじゃん。あなたが理由もなくここに現れ、私の部下に怪我を負わせたと聞きましたが。いや、らわされましたけど。まさか、何か企んでいらっしゃるので。いや、えっと、らわされましたけどあ、ね、い,いえ、死刑が行われていると小耳に挟んだものでして。 責任ある稲妻の公人として、見過ごすわけにはいかなかったのですかっこいい、彩と。たとえ、新の嬢があなたの家臣であっても好き勝手にできるという法はありませんかっこええ死刑は <laughs> 死刑だなんてとんでもないこれはただのお仕置きですよお前、死刑で死刑しようとしてたよ、お前あの雑配、どういうわけかお嬢様の元へ行き自分勝手で失礼なことを口走ったのです 身の程知らずもはなはだ,し <laughs> だからって東京湾に沈めんのやばいだろそのせいでお嬢様はひどく怯えていらっしゃるそんなことないですよつまり彼がそのような行動を取った理由をあなたはわからないのですねそうでなければどういうわけかなんて言い方はしないはずですう、えー、なるほどねこちらはあらぬことを色々と吹きこまれたのです わけがわからないのも当然でしょう <laughs> 両家の婚姻は実にめでたいことですがあの小賢しい男のせいでことが複雑になってしまいましたすげえ、もうよくないその体の話なんかもうここまでさど,どこまでそんな他人行儀で喋んのもういいだろう。いら様が九条家へとついだとしてもひい家のお嬢様であることに違いはありません 勘定奉行で最も地位あるお方のままです <laughs> いらんてそんな表面上の言葉本音で笑わらわら腹割って話そうぜもちろん私たちも精神誠意を尽くして彼女に仕え広告の憂いを足すのにお力添えしますこいつはまた責務を果たすのが我々の原則それを守るところかあの男はお嬢様の心を乱した <laughs> 彼は 情熱的な男であったが故に過ちを犯したのでしょうしかしあなたのように高貴なお方であれば同じ結論には至らないはず <laughs> だらだら松浦だけクソずっと喋ってるク <laughs> ソー理屈ばっかこねやがって <laughs> あんま勝つかな <laughs> だりやつだなこれらぶん殴りで全部解決すんだからそういえばふと思い出した話がありますほう シャブ業について以来、私は毎日のように興味深いものを見聞きしてきました。<laughs> ある外国の商人から聞いた話によると、とても長い舌を持つ鳥がいるそうなんです。<laughs> うん、その舌を口の外へ引っ張り出すと、結び目を2つも作れるほど長いとうわ。これ何の話だったっけこれなんか、なんか俺も聞いたことあるな、これ。あなたも博識なお方 そのような希少な鳥が普段どういった目的で使われるか当てられるのではないでしょうか <laughs> なんかあるよねこういうことわざみたいななんか見たことある気がするなはえー、っと観賞用の愛玩動物ですか <laughs> 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 この鳥の面白いところは飼うことができず何の役にも立たないところでして 仮に捕まえたとしても舌を切って窓から放り捨てるしかありませんうーんなぜならみんな口を揃えてこういうのです舌が長くへりくつばかりこねて騒いであげくすべてはっかりであったと <laughs> <laughs> うわなんだっけこれなんかなんかこういうのあるよねなんかこういう話な忘れちゃった <laughs> なんか聞いたことあるななんかの漫画かなんかで シャブギ様ともあろう方が我々勘定感情を揶揄するためにここまで来られたのですか <laughs> あモズかあモズかもな <laughs> なんかう嘘みたいなねいやもう忘れちゃったなんかなんか、うん、なそんな感じだった気がするななんか 100, 100枚舌みたいななん,かなんかそういう感じのなんかの話だった気がするけどな <laughs> い,いえ、とんでもありません。勘定奉行の皆様は、いつも実直で、自身の責務を果たす善良な方々だと思っています。<laughs> おう嘘つきが <laughs>、まさかあなたのような方が人を煙に巻いたり、銃箱の隅をつついたりするとは思いもしませんでした。おお、ゆうね。柊様を勘定奉行から引きずり下ろそうと画策すると <laughs> <laughs> <laughs>、ね。ゆう 百字辿りでモズってものかあーなんかそれかもしれんなんかそそういう感じのあって気がすんな。シャブ様、その発言に証拠はあるのでな結構ストレートに言ったな目の前に証人がいるではありませんかあなたは彼が確信をついたのを知って慌てて口封じをしようとしましたねしましたねおや松浦家は名家だというのに 忠誠心は進化である彼に遠く及ばないようです <laughs> いいぞもっと言ったれあやとせっかく教育を受けて官僚になったのに表沙汰にはできない悪巧みばかりするなんて <laughs> 賢いと言うべきか愚かだと言うべきか、うん、果たしてどちらでしょう <laughs> 言ってやれ言ってやれあやと将軍様のために働いてきたあなたは 周りの優秀な人々からちっとも学ばず利益に目がくらみ自らの前途を絶ってしまったそうだね松浦様私は決して怒ってなんかいませんよむしろあなたのことを残念に思っているのです<笑><笑>いいなあやと <laughs> <laughs> ああそうですかでは聡明なあなたは 私をどうしようというのです。さあ、どうするんですかねこれは我々勘定奉行の問題。こちらでなんとかします。できるかな、そんなこと。それから。竹の内情にまで口を出すのであれば、私も勝手にあなたの意図を推察してもよいということですよね。ねほうほうほう、ほう聞かせておまつら。来た来た来た。レッスバー始まったレッスバー。あのー。<laughs> ハンにゃはんとハンにじゃねえわ誰だったっけあのー、なんだっけあの人ちょっと待ってあっどうしちゃったラッパーのラッパーの何だっけあっどうしちゃった <laughs> あやばい名前どうせしちゃった最悪顔は出てくんのに <laughs> あのひろゆきとかとよく戦ってる番組両ふカるマ、そうなんで出てこなかったんだなんで両ふカるマ出てこなかったハンに出てきちゃった ちょっとあの昔にあれ見てたからなあの何っけフリースタイルダンジョンやっぱラッパーのいかつい人といえばなんかハイニャみたいなイメージがあったわ <laughs> あなたはただ感情奉行と天領奉行の力が一箇所に集中することを避けたいだけは<ん>もしそうなれば奉行官の均衡が取れなくなり 社奉行の地位が脅かされてしまうからですまあ一理あるか九条家が勘定奉行と天領奉行のな二奉行を統率しちゃうとなだからもっともらしい理由を見つけてこの婚姻をなかったものにしようとたぐらんでいるのではいやむしろ後押ししてたけどなあとはおやあなたの目にはそのように映っていたのですねさすがと言うべきでしょうか <laughs> 賛成力に関する利害の配慮は 私よりもはるかに優れているようですは <laughs> やっと<た> <laughs> こいつレスバついよ婚礼 <laughs> は必ず行いますどのような手を使おうとも止めることはできません今頃は布告もされ稲妻でその河原版が飛び交っているでしょうおえ、あーもう、まあ、河原版ってつまりあれよねまあ、今で新聞みたいなもんだよね 九条かまじとひいらぎちが恋仲であったことは世間に知られていませんでしたですが今はもう各地で話題となっているはずほーこれが布告された時点でたとえ婚姻がまだであってもあとは時間の問題です確かに世間の目は変わるだろうな、うん、なるほどやはり私の考えが足りていませんでした <laughs> あ,あ絶対こうなったなんか言うな ようやくそれを思い知ったのですか本当はあなたのことをそこらの人々よりは賢いと思っていたのですがまったく残念です <laughs> 口悪、まあ、悪くねえんだよな悪くねえから悪いんだよなとはい来た来た来た本性やるかやるかぶん殴ってるよおかがってこいよおいおいおい来い,いよおいうさぎ来いよおいおい,おい もう言いたいことは終わりのようなので <laughs> そろそろ私もよろしいでしょうあれ俺だけなんかなんか程度が知れてるのあやとはずっとついてんな何が言いたい <laughs> 聞かねえあやと強いよ婚姻を結ぶことで感情奉行と天領奉行が一つになれると本気で大思いですか実際孤立するのは感情奉行の方かもしれませんよ

奉、まあ、行はねきっと天領奉行にね味方するだろうからなそうなると確かに勘定奉行だけ浮くか彼らが策を講じるのであれば私も無策で挑むわけにはいきません予想していた通り彼らは前に出て牙を見せてくれました <laughs> ずいぶん見せてたよなまずは稲妻城に戻って現状を確認しましょう策の説明はその後いたします、はあ